こんばんは。取れてんのかな東京は2021年4月4日日曜日、長野ユースタジアムにおいて、長野、シナガルパルセール VS 八戸、ワンラリー八戸の試合を観戦してきましたので、軽く思ったことをお話ししますで。スタメンですが、 こちらは長野は4 4 2八の早さん1 4 2今日は長野、森川選手と榊選手の2トップ。で、東選手がトップした、シャドウ。で、宮坂選手がアンカーという形で。で、三田選手、ジェーム選手が左右にいるという形で。サイドバックは、サイドバックじゃねえ。ディフェンスラインキーパーは、 メンバー変わらずとということで,でベンチには田中選手、吉村選手、秋山選手、山口選手、牧野選手、大牧野選手、今季初めてベンチありましたね、佐野選手、金沢選手と入りました。 で一つ思ったんですけど、この布陣だとみんな小さい人しかいなくて、森川選手の前線は176センチが最高ということで、なかなかターゲットになる選手がいなくて、矢田貝選手からのゴールキックも全部森川選手狙いで、もう森川選手頑張って競ってたんですけど、そこしかターゲットがないっていうのが少し気になりましたね。と宮坂選手、いいキック持ってるのに、 高さがない分、なかなか生かしてきれてないですね。だからグラウンダーのフリーキックを使うとか、宮坂選手のやっぱ直接フリーキックみたいですね。ゴール前でファールをもらってくれればいいんですけど。まあ、森川選手と佐々木選手の前からのプレッシング、運動量はすごいですね。森川選手はターゲットにもなって、前線からも追い回して。 もう大変なんですよねすごい運動、すごい走ります。藤山選手はさらに、あっちこっちに顔出して、めちゃくちゃ走ってて、もう頭が下がります。さんちゃんも頑張ってて、前半、最初押し込んでて、もうイケイケで、点取りたいところで取りたかったんですけど、 まあ、森川選手のオーバーヘッドだったりがあったけど、キーパー正面で外れて点が入りませんでしたね。で、後半は坂木選手の頑張りやキーパーのクリアミスを誘って、サンチャんが無人のゴールに流し込むという形で、坂木選手のもう半分ゴールみたいな感じでしたね。 いや、頑張り、佐々木選手が頑張りから生まれたゴール。その後、佐々木選手が横山監督のところに一直線で走っていって <laughs> ハイタッチするところがすごい印象的でしたね。あれ、そうだ。前半に追いつかれたの PK の試合はもうこれはしょうがないですね。どうしようもあれは仕方がないので、もう2点目取れなかった、それだけですね。後半、佐野さんと金ナのさんを。 入れて右、右に吉村君でセンターバック秋山選手入れてあで真ん中に山口君入れて、まあ、構成に出るんですが、まあ、なかなかいい形にならなくてキーバー正面だったりシュートをしっかり打ててるんですけどなかなか入らない形で。 金沢の選手の間、高さが出てきていいですよね、ターゲットになってくる。佐野選手にもうちょっとシュートの場面が欲しかったな。佐野さんなら入れてくれる気がする。 順位表は1勝33試合連続で引き分けなので1勝3分けの勝ち点6で第5位でだんだん順位が下がってますね無敗はいいんですけどやっぱ勝ちきりたいですよね岩手グルージャ盛り前回引き分けたんですけど長野とは好調ですね下から上がってきた宮崎も好調でなかなか 手強いチームですね。FC 岐阜は今日、鳥取の,の試合だったんですけど、コロナの影響で中止になったので、まあ1試合少ない、勝ちな7ということで、まあ普通に勝って自由と、勝てば自由になっちゃうんで、ちょっと離されないようについていきたいですね。次は藤枝と長野は、次は、 確か藤枝との試合なのであれ ?J1 リーグしか出てこない仙台頑張ってくれ第5節はあこパルセイロと藤枝だけ10日に1時から藤枝でアウェーということで ファルセーラーいアウェーの藤枝にはすごい苦手意識があるのでそこはちょっとここは勝ちたいですねここで負けたりするとちょっと痛いのででここ終わると次6節試合なくちがお休みで次5月2日の福島戦になっちゃうのでちょっとここはしっかり勝って一旦中段に持っていきたいんですね。 個人的には隅永選手をもうちょっと長い時間見てみたいっていうのがありますね。あと右サイドバックは吉村君の方がなんかいい気がするんですよね。なんか黒、得点の予感がします。水谷君が悪いっていうことじゃなくて。 なんか水谷選手左でもいいんじゃないで吉村君を使ってもいいんじゃないかななんて思ったりもします。まあ、思ったのはそんなことぐらいですかね。よし、長くなるのでやめましょう。おやすみなさい。あれこれどうや